私、桃宮一号13歳。ごく普通の中学1年生。突然地球の未来を救うミューミューになっちゃったの。でも、ドキドキすると勝手に耳と尻尾が出ちゃうし、エイリアンを倒すまで普通の女の子に戻れないなんて、聞いてないよ。まあ、くよくよしてもしょうがない。一緒に戦ってくれる仲間も見つかったし。みんな、行くよ。地球の未来にご褒美するにゃ。動きを見ればすぐにわかります。私はお嬢さんの父上、シ・フォンターレンの命によりお嬢さんに会いに来たのですから。でも信じられませんわ、このように美形なお方がプリンを訪ねてこられるなんて。あ、なんだか私ぼんやりしてしまいます。そうね。それで父上には一体何をことづかってきたのな。はい、私はこれまで死の下で厳しい憲法の修行を続けてまいりました。そしてついに君風がなり、高円寺憲法の免許改伝をいただいたのです。おめでとうございます。死はおっしゃいました、高円寺憲法は一子相伝、かくなる上は日本へ行き、
高円寺拳法を受け継ぐための最後の試練を受けようと。高円寺拳法を受け継ぐための最後の試練？一体どんな試練ですの？それは高円寺拳法を受け継ぐもう一人の弟子、お嬢さん、あなたと勝負して見事勝利を収めることなのです。わかったのだ。でもプリンは高円寺拳法25段なのだ。勝つのは難しいのだ。覚悟しております。では早速手合わせなのだ。ちょっとここでやるの？ええ、善は急げって言いますから。それではプリンお嬢さん、よろしくお願いいたします。え？私、これでめでたくお嬢さんの将来の結婚相手となったのです。それは何のことなのだ？我が子フォンターレンはお言いつけになったのです。お嬢様に勝った暁には、私がお嬢様の婚約者になるようにと。プリンと婚約？プリンは小学生よ。ちょっと早すぎるんじゃ。別に今結婚すると言っているわけではありません。ただ今のうちに婚約を交わしておくようにと氏はおっしゃいました。まあ由緒ある家柄では子供のうちから結婚相手が決まっているのはよくあることですわ。そんなの昔のお話なのだ。ゆえピン、プリンはこんな婚約なんか絶対絶対絶対認めないのだ。ゆえピン、おとなしく国へ帰るのだ。では今日はこの場を去りましょう。しかし認めていただくまでは何度でも参ります。何度来ても同じなのだ。では再生。これは東京の地下を走っているエネルギー、地磁気、水脈、地層体などから気の流れを割り出したものです。つまり風水でいう流脈だな。はい、これら流脈に沿って東京の街には邪気を払いのける建物が配置されていますが、その中の一つ、武道館から強いエネルギー反応があります。それがミューアクアだというのか？わかりません。しかしミューアクアは我々が気づかないだけで、どんなものの中にも存在する可能性があります。帰りなさい、お嬢さん。今夜はビーフストロガノフですよ。皆さん、お待ちかねですよ。お腹すいたよ。いただきます。みんな待つのだ。今日はカニ玉天津飯なのだ。さあ、どうぞ。おいしいのだ。どんどん食べてください。お先なのだ。だいぶ遅刻なのだ。ヘイちゃんきっとまた保育園で泣いてるのだ。お待たせなのだ。ほら、高い高い。ヘイちゃん、あ、お姉ちゃん、さあ帰るのだ。ヘイちゃんゆっぴと帰るから、お姉ちゃん
帰ってったらいいのら。お待たせいたしました。紅茶のシフォンケーキです。ごゆっくり。プリンの縄張りで勝手に紹介するなのだ。お嬢さん、二人でいろいろ芸を見せるお店をやるっていうのはどうでしょう。芸を見せるお店？いや、そんな手には騙されないのだ。もうこんな生活嫌なのだ。プリンさん、大変そうです。あら、アンナビ系が一生懸命尽くしてくれるというのに、なんて贅沢な。でも、ユエピンさんは本当にプリンさんと結婚するつもりで来たんでしょうか。会ったこともなかったのに。そうですわね。いくら師匠の命令とはいえ、小学生と結婚なんて。ねえプリン、高円寺憲法を受け継ぐことってそんなにすごいことなの？そんなのついでも別に儲からないのだ。父上を見ればわかるのだ。そっか。じゃあなぜこだわるんでしょう。プリンにもわからないのだ。ちっ、あの小猿女、生意気でムカつくぜ。いつかきっとすっげー怖え目に合わせてやるからな。あいつも気に入らねえんだよな、人間のくせに。おいタルト、ちょっと手貸せよ。なんだ？ミューアクアの新しい手がかりが見つかったんだよ。へえ、そいつはちょうどいいや。プリンお嬢さん、お帰りなさい。しんちゃん、はなちゃん、るーちゃん、ほんちゃん、せいちゃん。すみません、棚の掃除をしてたんですが。はぁ、お嬢さん。これは母上とプリンの大事なアルバムなのだ。出て行ってくれなのだ。すみません、ただ私は。出て行ってくれなのだ。待ってください、お嬢さん。エイリアンです。何？やはり現れたか。だがこの建物のどこにミューアクアがあるって言うんだ。それじゃ打ち合わせ通りってことで。へへ、オッケー。みんないるか。エイリアンがミューアクアを狙って動き出しました。時間がない、4人で行け。東京ミュウミュウ出走だ。ミュウミュウストロベリーメタモルフォーゼ。
悲しそうにしたってプリンは許さないのだ。お前一人になったみたいだな。誰だ？オイラだよ。タルト。キッシュには全員ここに釘付けにしろって言われたんだけどさ、もっと面白いことできそうじゃん。それではこれより世界ヘビー級チャンピオン決定戦を。ちょっと待った。ミュウミュウだ。何やってんだ。仕方ない。はっ、ユーカ。あー、ここに。おい、なんだあれ。大きい。おい、お前やっ。こいつが今日の遊び相手さ。その間にミューア君をいただくよ。キッシュ、お待ちなさい。こいつは私に任せて、みんなキッシュを追って。わかりましたわ。待て！お前はこの間の！ヘン！そりゃ！バカ！こら何をするのか！お嬢さん！源氏剣法奥義、うつしみの術。あ、いつの間に。ユーピン、大丈夫なのか。大丈夫です。プリンお嬢さんを守ることができたんですから。タルタル、お疑すぎるのだ。ちょ、待って。パンチ、そいつをやっちゃえ。
なんだ、中には何もないや。どうやらまた外れだな。それまでよ。ん？残念だけどまた勝負はお預けさ。怪我はもう大丈夫なの？ええ、皆さんのおかげですっかり回復しました。プリンお嬢さん、私はやっぱり中国に帰ってもう一度修行します。ゆえぴん、私はもっともっと強くならなければなりません。プリンお嬢さんを守るために。シ・フォン・ターレンはおっしゃいました。伝説の必殺剣高円寺拳法を未来に伝えるためには、その結婚相手を命がけで守らなければならないと。ユエピンはプリンを守ってくれたのだ。ありがとうございます、お嬢さん。その笑顔で私はまた頑張れます。それでは皆さん、再戦。誰かを信じる気持ち、趣味というよりほとんど病気ですよね。